頑張りますか。行くか。ゼリア。俺の番だ。受けてみな。ぶっ飛べ。出番が来たな。見さらせ。黙らせてやる。頑張りますか。必殺。よし、やるぜ。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。来いよ。受けてみな。出番が来たな。見さらせ。ありゃ。よし、やるぜ。頑張りますか。必殺。頑張りますか。やんのかい。あっち来い。俺の番だ。次は俺だ。出ろ。回復しとかねえと。かかってこい。やろうぜ。いつでもいいぜ。うん。おれ。ありがとよ。来いよ。うわ。
やるぜ。ゲットレア。ゲットレア。出番が来たな。俺の番だ。無茶できねえぞ。なんだ。頑張りますか。こっち来い。ほら。終われねえよな。せえ。よし、やるぜ。うさ。来いよ。おい、気をつけろ。でかいのが来そうだぜ。行くか。いつでもいいぜ。待ち勝った。俺の番だ。出番が来たな。やる。よし、やるぜ。無茶できねえぞ。死な。見さらせ。回復しとかねえと。黙らせてやる。カットへ。よし、やるぜ。やる。無茶できねえぞ。俺の番だ。のできじゃねえか。コツつかめたんじゃねえか。人生これ成長。ここが会長室だったよな。ああ、気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。ああ、先方の条件を飲んでいい。以上だな。では引き続きよろしく頼む。すみません、お待たせしました。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。はじめまして、春日一番さん。俺らのことは高部から聞いてるってとこかい。ええ、お噂は金々。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして、清流会の門をくぐったのは大解散の後になります。それで今頭。ずいぶんなスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが
前会長が亡くなり大解散の混乱もありで人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が清流会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛み入るぜ。うちは警備体制が徹底されていましてね、私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通きかねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。清流会を預かる身としては私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか。ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。